M1 グランプリ歴代つかみ最速ランキング。今回のテーマは M1 歴代ファイナリストでつかみのスピードが最速だったのは誰かです。時間の限られた中でどれだけインパクトを残して笑いを取るかが重要な M1 では、どれだけ早く観客の心をつかめるかという点もポイントでしょう。その中であっという間に観客の心をつかんだ歴代ファイナリストのつかみ最速ランキングを振り返ってみたいと思います。第1位にはシュールなボケとクールなツッコミで人気を博していたあの懐かしいコンビが輝いています。第12位、壁ポスター4秒50。正統派しゃべくり漫才で関西のホープと名高い壁ポスター、永見大吾のセンスあふれるボケに浜田純平が的確なワードで突っ込んでいく構成力の高さに定評があります。2022年に入ってから関西の賞レース2つで優勝した最も勢いのある若手漫才師が満を持して M1 決勝の舞台に初登場。緊張感のあるトップバッターでしたが、永見の糸電話って数分後にはめっちゃゴミだねの一言で爆笑が広がり、開始早々に自分たちの空気感にしたのです。審査員の立川志らくがつかみが面白すぎたと評するほどの破壊力でした。2022年の M1 は最終結果が8位でしたが、今後さらに知名度が広がると期待させてくれる若手のホープです。第11位、千鳥3秒56。また一番や。2003年大会の決勝でトップバッターとなり最下位に沈んでしまった千鳥は、翌2004年大会でもトップバッターになります。番組冒頭の出番順抽選でショックを受けていた様子の大悟はネタに突入してもまた一番やとぼやき、早速会場の笑いを誘いました。なお3秒56という記録は歴代トップバッターで最速です。一番手は観客が温まりきっていないため不利とされる風潮を逆手に取る見事なつかみでした。この年は前年に続いて2年連続決勝進出のファイナリストで最下位に沈み、2人にとってトラウマともなっているようです。ですが明らかにノブのツッコミが上手くなっており、成長の兆しも感じられ、大悟も荒さこそあれどダイヤの原石のような光を感じます。そしてここから10年以上先の未来にお笑い界を代表するコンビになるとはまだ予想もつきませんでしたね。第10位、増田岡田3秒54。松竹芸能の増田岡田です。フリフリ。第1回大会では審査員7名のほか、札幌、福岡、大阪の会場に集まった300名の一般審査員が1人1点の持ち点で審査に参加するシステムでした。そんな中4番手のアメリカザリガニに対する大阪会場の点数が極端に低かったため、審査委員長の島田紳助は、大阪の低さは何でしょうね、吉本の劇場でやってるから松竹の彼らはアウェーになってしまったんでしょうかとコメント。アメリカザリガニ柳原哲也はそんなことないそんなことないと気丈に振る舞っていましたが、会場には吉本芸人が有利なのではという雰囲気が漂っていました。その後8番手で登場した増田岡田は、松竹芸能の増田岡田ですフリフリと事務所の名前を強調しながら自己紹介。これまでの審査結果を振りにした自虐的な発言にスタジオは大いに沸いたのです。第9位、笑い飯3秒50。どうも優勝候補です。2003年大会で決勝3組に残り爪痕を残した笑い飯、優勝候補と目された翌2004年の決勝では、お待たせいたしました笑い飯でございます、どうも優勝候補ですと自信満々に挨拶して観客の心を瞬時にキャッチしました。しかし肝心のネタは指の新しい名前を考えるというもので、過去のネタに比べると非常に弱いものでした。松本人志もラジオでどうした笑い飯と言ってしまうほど、自慢のダブルボケツッコミも終盤までなく残念な出来で、この年の笑い飯の最終順位は5位に終わってしまいます。2004年の自己紹介は2005年大会の笑い飯の紹介 VTR で流され、自ら優勝候補と宣言した昨年まさかの5位というナレーションをつけられてしまったのは悲しくも面白いですね。第8位、南海キャンディーズ3秒30。ドーン。コンビ結成わずか1年で2004年大会に彗星のごとく現れた南海キャンディーズ。ファーストラウンドでは彼らに馴染みのない東京の観客を爆笑させ、審査員からは称賛の声が相次ぎました。西川清は漫才とコント、会話と動きをうまくミックスさせて最高とコメントし、ラサール石井は山里くんの言うことが一つも外さないのがすごいと褒めちぎっています。ファイナルラウンドではしずちゃんが通常のバーンをアレンジしたドーンというつかみを披露。
山里亮太の大女の大砲で幕を開けましたという宣言も相まって、客席のボルテージを瞬時に上昇させました。初登場ながら山里の選び抜かれたツッコミのフレーズの破壊力があり、しずちゃんのキャラインパクトも負けず、初見で見る面白さは会場をまさに圧巻していました。全てのツッコミのフレーズがドハマりし、爆発していた南海キャンディーズは確かな爪痕を残したのです。第7位、錦鯉、3秒。つかみの挨拶がすでにおなじみとなっている錦鯉ですが、2021年 M1 の決勝でも長谷川雅紀がこんにちはのつかみを披露しています。中年のおじさんがやたらハイテンションでこんにちはと叫ぶ様はシンプルながら受け入れやすいですよね。登場から約3秒で観客の心をがっちりとつかみ取り、そのままの勢いでネタでも爆笑をかっさらっています。過去最高にレベルが高いと言われていた2021年の M1 グランプリ、そんなハイレベルな大会を勝ち抜き最終決戦に進出した錦鯉は5票を獲得し、優勝の栄冠をつかみ取ります。史上最年長での優勝ということで話題になり、メディアにも引っ張りだことなりました。第6位、ジャルジャル、2秒92。後藤です、ジャルジャルです、福徳です。2018年大会で見せたジャルジャルの挨拶、どうも後藤です、ジャルジャルです、福徳です、はセリフの順番を入れ替えるというシンプルなものでした。しかしその単純さゆえに会場は弾けるように反応します。ネタ開始から3秒待たずに大きな笑いを起こすという驚異的なスピードでした。そしてダブルボケダブルツッコミでテンポのいい掛け合いが特徴の2人だからこそなせる技でしょう。この年は結成10年目の M1 ラストイヤーで最終決戦に進んだものの、最終的に3位でフィニッシュ。念願の M1 グランプリ制覇とはなりませんでしたが、会場でもお茶の間でも大爆笑が起きており、反響は大きいものでした。ジャルジャルはどこか斜に構えているように見られたり、生意気キャラでアンチも多いと言われています。ですが1年でネタを300個作る、お笑いに対する実直な姿勢は近年評価されてきており、彼らに対する見られ方もポジティブなものになってきているようです。第5位、トロサーモン、2秒90。僕もそうです。9度の準決勝敗退を経て、ラストイヤーの2017年に念願の決勝進出を決めたトロサーモン。村田秀明のどうもこんばんは、トロサーモンです、お願いしますという挨拶に対し、久保田和信が僕もそうですと答えるという肩の力が抜けたもので、つかみの時間はわずか2秒90でした。審査員の渡辺正幸はラストイヤーで力が入りそうな中、これだけ軽くさらっと漫才ができてふざけられるのは素晴らしいと賛辞を送っています。そしてトロサーモンはこの勢いそのままに最終決戦で躍動し続けるのです。第4位、トロサーモン、2秒51。こちらこそ。続く4位も2017年の M1 からトロサーモン。最終決戦トップバッター、トロサーモン久保田和信は1本目と同様、村田秀明の挨拶に対してこちらこそと適当に相槌して笑いにしています。そのスピードは1本目を上回る2秒51で、博多大吉から2本を通じてつかみのスピードが一番速かったと称賛されました。トロサーモンは落ち後に続行継続とネタを続けようとするボケでも会場を沸かせながら、久保田のふてぶてしさ全開で絶好調の掛け合いを披露、笑いどころを最初から最後まで目いっぱい詰め込もうとしていることがうかがえました。最終決戦では3票を獲得した和牛に対し、トロサーモンは4票を獲得し僅差での優勝。審査員の博多大吉は最終決戦でトロサーモンに票を入れた理由をつかみのスピードが一番速かったからと語っており、一発目の笑いが起こるまでの速さが重要な判断基準になったようです。優勝会見で村田は売れへん時代が長かったので優勝したことを受け入れられてないと呆然、久保田はどこかでずっと M1 を憎みながら漫才してた部分があると告白しつつ、今日回収できたってことが漫才師としての宿命を感じさせてもらいましたと安堵の表情を浮かべました。第3位、キリン、2秒42。キリンです、キリンですと低い声で自己紹介するのがおなじみとなっていたキリン川島明は、2006年大会の2本目でと不自然に大きく息を吸い込んでキリンですと挨拶し、素早く笑いを起こしました。
これもキリンのネタが世間に広く浸透していたからこそなせる技なのでしょう。余談ですが、今回のテーマとは対照的に歴代の決勝ネタで最もつかみが遅かったのは2005年大会のキリンの2本目だったことはあまり知られていないのではないでしょうか。ちなみに内容としては、川島が冒頭から1分間笑いどころのない話をし続け、その途中で思い出したように、あ、キリンですと挨拶するという非常に挑戦的なものでした。第2位、増田岡田2秒23、吉本興業の増田岡田です。2年連続で決勝進出を果たし、前年同様これまでの活躍や前評判から本命とも言われ期待がかかる中での参戦となった増田岡田。また結成10年目でラストイヤーであったため、今大会が最後のチャンスでした。そんな緊迫した状況で増田秀彦が開口一番で放ったつかみが、吉本興業の増田岡田ですと嘘の自己紹介をするというものでした。前年の松竹芸能の増田岡田ですというフレーズを振りに使うという作戦で、約2秒で笑いを起こすことに成功しています。その後、この際合併したらしいんですよと話を膨らませ、本ネタにスムーズにつなげていく巧みな構成も実力の高い彼ならではのものでした。最終決戦では審査員から5票を獲得し優勝を果たします。ファーストラウンドで2位通過して優勝したのは増田岡田が史上初でした。また前年の中川家に続いて2年連続でラストイヤーでの優勝となったのです。第1位、東京ダイナマイト0秒55、なんで喋りながら出てきてんだよ。歴代随一のつかみのスピードを誇るのが2009年大会の東京ダイナマイトです。東京ダイナマイトは M1 が5年越しのリベンジでした。競り上がりで登場する時点でボケの松田大輔がすでに何かを話しており、その状態でマイクの前へ。秋になると栗拾いというのがと話に熱中する松田に、はちみつ二郎がなんで喋りながら出てきてんだよとシンプルに突っ込むと、会場には大きな笑いが巻き起こります。登場から笑いが起きるまで約 0.5 秒の出来事でした。審査員の松本人志はつかみがすごく好きでしたねと称賛しており、現在も破られていない最速のつかみとなっています。ネタは格闘技選手のインタビューで、男受けするボケは良かったものの万人受けはしない独特な芸風が影響してか優勝には手が届きませんでした。今回はつかみのスピードをランキング化しましたが、決して決勝順位とつかみの速さが比例しているわけではありません。逆にゆったりとした導入で観客を引き込むスタイルのファイナリストも多くおり、2005年に優勝したブラックマヨネーズは1本目のつかみに44秒もの時間を使っています。つかみが早ければ観客の心をつかむのも早いと思われがちですが、一概にそうだとは言えないようです。今後の M1 ファイナリストはどのようにどのようなタイミングで最初の笑いを起こすのか、それぞれのつかみに注目しながら楽しんでみてはいかがでしょうか。